この国の女の子は働いたり、運動をする必要はない。毎日、食べては寝て、寝ては食べる。太っているほど、人から好まれるからだ。全国一の美女は、体重が300キロもある。50歳だというのに、依然として、多くの人から追い求められている。主人はさらにこれによって仕事を辞め、自宅で毎日見張っている。彼女が他人に連れて行かれるのを恐れるからだ。男性はみんな太った女性こそが綺麗だと考える。太った女性は家庭が裕福であることの象徴だ。こちらは、西アフリカの小国であるモリタニアだ。世界の中で最も未発展の国のうちの一つだ。大部分の国土は、砂漠によって覆われている。国土面積はフランス2個分に相当するが、総人口はわずか450万人しかいない。取り上げるべきは、モーリタニアは世界の中で奴隷制が存続している最後の国だということだ。政府はたびたび廃止を宣言して、関連する法律を制定しさえしたものの、この国の奴隷の数は依然として膨大だ。総人口のほぼ 10% を占めるため、貧富の格差は極めて大きい。粗末な建物の中で、黒色の長衣を着ているおばあさんが自分の小さい肩の孫娘に強制的に食べさせている。女の子は大きなたらいの羊の乳を飲まされていて、大きなたらいの手づかみご飯を混ぜている。しかし、おばあさんにとって食べさせる主目標はやはり大きい方の孫娘だ。この10歳の娘さんは、すでに結婚適齢期になっている。彼女は直近2年間、よく食べて太らなければならなかった。こうして初めて良い人の家に嫁ぐことができる。朝から始まって、女の子は特殊な牛乳を飲む必要がある。ずっと正午まで飲むのを止められない。これはおばあさんが自分で作った、体重増加のための秘伝の処方だ。主たる配合原料は、新鮮な牛乳プラスヨーグルトプラスバタープラス砂糖だ。適切なるカロリーボンバーだ。昼食はクースと呼ばれる現地の食べ物を食べる。このように強制的に食べさせて、女の子たちは太るか、または食べ過ぎて死ぬ。このような死亡事例は、あまりにも多すぎる。過度の飲食は、体内の塩分が高まりすぎることを招くため、これも最も主要な死亡原因だ。毎日、止まらずに食べさせて、言うことを聞かなければ、ベニヤ板を使って足の指を挟み、仕事と運動をさせない。彼らはこのような方法を使って、子供を食べさせて太らせる。その後、家族は女性のくるぶしの上に輪をかぶせた。これによって彼女がすでに豊満な女性であることを証明する。太ったことによって出現した皮膚のシワも、この鉄製の櫛でちょっと剥がしとる。プロセス全体は、非常に苦痛だ。たとえそうだとしても、この肥満を美とする観念は現地で依然として盛んだ。遊牧地域にはわざわざ食べさせて太らせる組織すら開設されている。というのも、ここには大量の新鮮な牛乳があり、独特な体重増加レシピがあるからだ。年齢が達すれば、家長は子供を送り込んできて育てさせ、食べて太れば再び迎えに来て嫁がせる。彼らの眼中において、痩せている女性は見たところ病気がある感じだ。豊満な女性は男性の心の中でのウエイトはさらに重くなる。おじいさんが言うには、太った女性は幸運をもたらしてくれると。口では痩せている人が好きだという人も、最終的にはみんな太った人をめとった。痩せている人はどのようにして生存してきたのか彼には分からず、この話題を検討する気すらない。時代の進歩とインターネットの普及により、現地のいくらかの人々の考えには変化が生じ始めた。彼らはもはや太っていることを変えられない心理的基準にはせず、さらには国外のファッション雑誌を研究しさえした。これはおじいさんにとっては非常に理解できないことだった。お花さんはオープンマインドな母親だ。彼女は娘を食べさせて太らせるつもりはない。よく彼女たちに家事の仕事をさせている。彼女は子供たちの美白スキンを支援し、彼女たちに見た目の良い髪を編んであげている。ちなみに、モーリタニアはイスラム国家であるが、多数のアラブ地域とは異なり、女性はスカーフを使うが、顔はすっぽりとは覆う必要はなく、髪の毛が表に出ているのもありふれている。女性の地位は相対的には高めだと言える。彼女たちは喫煙、飲酒、自動車の運転が可能で、男性と同様に教育を受ける権利と職業に就く権利を有している。自由恋愛、結婚、離婚が可能だ。離婚女性はさらに歓迎されすらする。政府部門が公表したデータによれば、この国の国内の離婚率はかつて 20% に達したことさえあるとのことだ。 18% の離婚女性は6回以上再婚をする。シジェとミトゥは首都にある服飾ショップのオーナーだ。彼女たちは自分で仕入れて立ち物をし、あたかも新時代の女性のようだ。彼女たちはたまにはさらに別の都市へ行き、流行ファッションを見る。しかし、全体として言えば、首都はさらに最もオープンなファッションの場所だ。ここでは女の子に詰め込んで食べさせるという風習はすでに流行していない。しかし、それは依然として消失はしていない。吸収の廃止を提唱しているいくらかのスリムな女の子は継ぐことすらできない。シジェとミトゥは結婚したことがあり、彼女たちには自分の子供がいるが、再婚する予定はない。相場動向を視察に行って、2人はかなり太ったため、彼女たちは自分にダイエット食を準備した。これはミトゥが特別に作った民間処方であり、飲み終えれば丸々1日は食欲がなくなる。自分が飲むだけではなく、
子供にも一緒に飲ませるつもりだ。ファッショナブルな母親がいるため、子供たちも幼い頃から美貌を見せつけることを好み、バッグを背負ってダンスをして回るのが好きだ。彼女たちはもはや詰め込んで食べさせられるという苦労を受ける必要がなく、太っているか痩せているかには拘束されない。しかしながら、一方の小さい方の孫娘の家では、詰め込んで食べさせることが依然として続いている。大きなたらいの羊の乳のそばでは肺が乱れ飛んでいる。女の子たちは一匹一匹絶えず飲んでいた。無知な子供は土を食べ始めさえした。再度の給仕においても彼女は鼻血がゆっくりと流れ出た。暮らし向きは貧しいがためにいくらかの男性も太った女性は何ももたらせないと徐々に意識した。幼い頃より運動しないがために彼女たちは成長してから非常に虚弱で気力がない。しかも女性を太らせることには特に金がかかり、彼女たちは毎日2リットルの新鮮な牛乳を飲む必要があり、大量の肉とナンを食べる必要がある。痩せている人は食べる量がはるかに少なく、仕事も比較的テキパキとしている。各男性の審美観は異なると、ミトゥは考えている。過去において、彼らはみんな、豊満な女性を好んだ。というのも、そのような人であればこそ、美女だと考えられたためでしかない。しかし、現在審美観はすでに多様化した。何人も妻がいる男性もいて、太っているのも、痩せているのもいる。自分が健康的でスマートな体型を維持することは、実は一番美しいと彼女は思っている。